はいどうもこんにちは、リバーチャンネルの K です。たけです。今日はアウトドアではちょっと難しいかもしれないですけど、クレープ作ろうかなと思います。いや、僕何も文句言ってませんけど。いや、それクレームな。で、僕穴も掘ってませんけど。いや、それクレーターで、僕実はマスカット派なんです。それグレープだ。もういいからクレープ作りますよ。わかりました。やりましょう。やりましょう。レッツゴー。レッツゴー。では早速クレープ作っていきます。では早速材料紹介していきます。ホットケーキミックス、牛乳、卵、ホイップクリーム、いちご、チョコソース、以上でやっていきます。まず卵溶いていきます。今度パンケーキミックス、牛乳、そしたらダマがなくなるまでしっかり混ぜます。じゃあこちらを使って早速焼いていきましょうか。じゃあ今日トッピングするいちご、こちらカットしていきます。じゃあまずヘタ取って、半分にカットします。こんな感じで、じゃあ今日トッピングはこんだけなので、じゃあ早速焼いていきましょうか。いきましょう。じゃあバター入れていきます。バターが溶けたら火力が強いので下に置きます。じゃあ生地引いていきます。広げて、リバちゃんだよ。火が強いまま生地を引くと破れちゃったりするよね。だから火から離して生地を入れるんだ。そうすれば広げられるよ。以上、リバちゃんからのワンポイントアドバイスでした。ここで入れたらまた乗せます。火力調節しながらやっていきますね。ちょっと固まり始めてきましたね。いい感じじゃないですか。うん、成功してくれ。初めてやるでね、アウトドアクレープ。絶対これ難しい。うん、難しい。はい、じゃあそろそろ返してみましょうか。多分いけると思います。おーっとー、よいしょ、いい感じじゃないですかね。焼けたんで皿の上移していきます。こんな感じで名前も作っていきましょう。はい、じゃあ焼けました。巻いていきましょうか。なんとか綺麗にできました。じゃあこちらにホイップクリームを、いちご、
たらチョコソース。それ巻きまーす。お、いい感じ。完成です。完成しました。完成しました。なんとかうまくいきましたね。ですね、うん、意外とやってみればできるもんですね。そうですね食べてみましょうか。食べましょうか。はい、おお、すごい、結構いい感じだと思います。いい感じですね。じゃあ食べましょう。いただきます。うんうんうん、美味しいですね。美味しい。うん、なんか懐かしい味がしますね。シンプルなの、ね、シンプルね、うん、なんか屋台で食ったような、うん、わかる、うん、一人でやってる屋台のね、うんうん、お祭りとかで食ってるよね、うん、いい感じ、うん、うん、やっぱシンプルが一番ですよね。うん、クレープうまいな。クレープ美味しいね、うん、やっぱたまに食うといいですよね。うん、クレープってなんか無性に食べたい時ある。そう、あるよね、うん、たまにイオンとか行ってよく食べるんですよわかるわかる。でまた自分たちで作るとね、うん、また違った味わいで ね、うん、美味しいですね、うん、ではごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、なんとかうまくいってよかったです。いや、最初僕失敗すると思ったんですけど、うん、これだけね、うまくね、成功するとね、うん、めっちゃ大満足ですね。はい、全然アウトドアでもやり方次第ではできるんだなってことが分かったんで、はい、この動画見て皆さんも試してみてください。試してみてください。今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。アウトドアでキャンプで今日のクレープ試してみたいなっていう方はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。バイ。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。